田中里学から1939年11月17日は、第二次世界大戦前の日本の宗教家。本名は達之助。ただ源流、林子の三男として、江戸で生まれ、10歳で、日蓮宗の終門に入りち学と称した。1872年から、田中姓を称している。その後、修学に疑問を持って現属し、 集門改革を目指して1880年に横浜で連議会を設立。4年後の1884年に活動拠点を東京へ移し立証安国会と会商、1914年には諸団体を統合して国中会を結成した。日連主義運動を展開し、日本国大学を創始、推進し、高山貯牛、姉崎正春らの支持を得た。 1923年11月3日、日蓮主義と国体主義による社会運動を行うことを目的として立憲養成会を創設し、総裁となった。発行一部とは日本建国の主義である道義的世界統一を意味する。大正2年3月11日に帰還し、国中新聞、神武天皇の建国にて言及。この言葉の転居となったのは、 日本初期巻、第三、神武天皇即位前期厳年3月定傍上の、例にある、上足等官令時刻行きのり、下足広市高村養精の心。さあと、県六号木会と、縁八行、しかもため境、不またかか、上はすなわち官令の国を授けたまえし特に答え、下はすなわち、高村の姓を養うの心を広め、叱る後、陸号を兼ねて、もてみやこを開き、 発行を置いて境となさんこと、またべからずや。日本初期巻期、第三、神武天皇即位前期厳年3月定傍上の、例であるが、佐藤主学は、下即広志高村妖精の心。佐藤という神武天皇の宣言に、初めて着眼し、養精の開口という文化的行動が、日本国民の使命であり、その後の結果が、発行一中であると、円発行。 しかもため境から造語をした。発行一羽という言葉は戦後軍国主義のスローガンであったかのように言われているが、造語した里主学は1922年出版の日本国体の研究に以下の記述をしている。人種も風俗もノベラに一つにするというのではない。白人黒人東風に種族色とりどりの天地の分、それはそのままで国家も領土も民族も人種も、 各々そのところを得て、各自の特色特徴を発揮し、三千たる天地の大分を織りなして、中心の一大生命に数奇する。それがここに言う統一である。日本国体の研究から、国立国会図書館原著 P664 また、日蓮主義者としての地学像が強いため、発行一中は、日蓮を中心とした、世界統一を意味して造語された、との解説がルフされているが、 それは誤りである。もちろん佐藤志学の国体観の根底には、日蓮主義があり、日蓮商人によって、日本国体の因縁内歴も内容も始末も、すっかり分かったとまで述べているが、それは、仏法、佐藤道、すなわち、北ッ行の一年三千の訪問、並びに、日蓮の三大秘宝の訪問によって、日本国の利益が明らかになり、解決を得た。ということであり、 それに伴う王法、春道の研究によって、神武天皇建国の宣言から明らかにしたのが、発酵一部である。日本国体学とは、佐藤志学が日蓮主義の研究により発得し、提唱した学問。世間でいう生態や国柄を意味する国体とは異なり、国の精神を意味し、その精神が国の方であることから、国体を訓じて、国積の乗りとも言う。 日本国体の主要要素として、五大要素、三号建国、八大主義がある。宗教家としての地学を伺い知ることができる主張に、戦争批判と死刑廃止がある。それについては以下の記述あり、平和ライラントスという、全財、殺人運動の休止は人類一般の望むところなり、ただこの大戦を気として、人間の世にまたと書くのごとき、 非惨人の根絶せんことを望まざるを得ず、巧みに人を殺すことをもって、知識文明の究極となしつつある間は、政治も哲学も宗教も道徳も、共にその本領を受け尽くしたるものにあらず、人類最後の到達点は、絶対平和にあり、釈尊と神武天皇とは、最も早く、これを交渉して、道を指国を立てたり、日本国体と、法華行の自地総税なり、 国中新聞大正7年11月1日軍備、縮小は自利奮糾の種なり、世界万国一斉に軍備撤廃を義し、絶対に武器の政策を厳禁することを提案すべし。平和裁判これによりて、真剣となるべし。残忍性を人間より取り去ることを高級せざれば、人の世に平和は断じてきたらず、国際的に抗議して、一切に放火を禁ぜよ。 人間の戦は人間らしくすべし、これ戦をやむる進むなり。天行民法大正13年11月8日、元来、戦争と去るすものは、やむを得ずして行うものにして、平和手段で決死がたい場合、変則の方法としてその行き詰まりを打開するまでの方便ゆえ、勝負だけが目的で、国と国との間にして、衝突は、生まれ、戦闘に従事するおののの国民は、 はじめより何等罪あるものでなく、むしろ身をもって国事に順じたる偽人とも去るすべきで、これを殺してその生命を奪うことは、人類の最高意識に反している。ただ一時戦闘力を失わせれば、それでたくさん、その人の骨まで、精進くすというに至っては、加藤動物より、以下のもうまい残虐性を暴露したもので、かかる意味での科学の進歩は、すなわち野蛮の逆転に過ぎず、 そんな文化はむしろ人間世界の地獄で知る狂言、科学戦争を昭和十年死刑を廃止せよということは法律上の議論でなくて法律以上の人生道義感から来るもので世に殺人が公認されないごとく国家も人を殺してはならぬということを原則とするせっかく世に生まれ出たものを国家としてこれを殺すということは天然理法に対する一種の反逆であって 国家の聡明量から少し、またその恩恵量から見て、不合理かつ切烈な弾国であるというのだ。およそ人を殺すことの公認されるのは、国家の戦闘行為ばかりである。しかしこれも、第二義であって、準義ではない。死刑は極刑を意味する。しかし死刑には介護の余地が残されない。極刑は殺さずとも、いくらでも貸し得る。しかして介護の余地が与えられる。 罪を憎んで人を憎まずと、け出し国家主直の精神である。2> 第日本昭和7年1月10日1939年、昭和14年11月17日午前1時8分の一血と、悪性肺炎の併発により死去。去年79、16日の夜、臨終地下死ということで、家族門下一同が集い、夜半から、ホッケ業受領品の、 地影を行くたびも繰り返し称していたが、まさにその巻を招し終わろうとして、得入無常同則成就物心と唱えたその刹那、佐藤志学は静かに長く、最後の息を吐き涅槃に入った。お題目章大数十ペンの後、長男、田中報告は、明治大正昭和三代にわたる国体、平木剣の同志、今正しく、涅槃に入ると宣した。この臨終の様子は、 佐藤史学の主治医であった、虎ノ門神経科院長、竜道夫が、ある宗教家の詩と題して第2本、有弁会講談社の雑誌、キング第30巻第12号1954年、昭和29年10月特大号に以下の寄稿をしている。職業柄随分い,いろいろの方のご臨終を見届けましたが、田中智学先生ほど立派で印象的な臨終はありませんでした。中略。 度胸は静かに力強く道場の中に響き続けました。一段と声高くなり、お経が静かに終わりました。その瞬間先生の脈は旗と止まりました。呼吸はその以前になかったかもしれませんが、度胸に聞き入っていた自分にはわかりませんでした。脈の止まった瞬間に先生の動向がさっと黒目いっぱいに広がるのを認めました。上物のお経の終わった一瞬に、 先生は死亡されたのです。中略、お断りしておきますが、自分は、ホッケ信者ではありません。キング第30巻第12号昭和29年10月特大号、流道を、ある宗教家の詩より、ありがとうございます。